ルイ・ヴィトンの豪華アクセサリー。ヒラノ仕様のスタイルに秘められた価値とは衝撃の価格。ルイ・ヴィトンのアクセサリーが描く贅沢な世界。新しいルイ・ヴィトン、ラウイス・バイアクセサリーの世界に足を踏み入れると、そこにはまるで美しい映画のワンシーンが広がっています。ヒラノ仕様、諸ヒラノが身につけた高価なアクセサリーは、まるで彼の個性やスタイルを一層際立たせる魔法の鍵のようです。一見すると、 それは単なるアクセサリーの集まりのように見えますが、各アイテムには驚くほどの価値とデザインが込められています。彼のルエビトンのチェーンベルトパールバッグハンギングアクセサリーは、ただのアクセサリーではありません。それは彼のスタイルと個性を語る重要なパートナーです。価格は800ドルという高額ながら、その存在感は計り知れません。メタリックイエローのメタルとゴールドメッキのチェーン、そしてホワイトパールの繊細な組み合わせは、 まるで芸術品のようです。ルイ・ヴィトンのロゴが織り込まれたディテールは、その品質とデザインに対するブランドの誇りを物語っています。これらのアクセサリーを身につけることで、ヒラの仕様は自身のスタイルをさらに引き立たせ、クリエイティブな表現を追求しています。LV オプティック40メガメガ両面ベルトは、ブランドのシンボルであるモノグラムパターンに新たな息吹を与えます。このベルトは、モノグラムキャンバスとブラックレザーの組み合わせで、 二つの異なるスタイルを提供します。三層のメタル製 LV オプティッククラスプはユニークなアクセントを加えトレンディーでスタイリッシュな印象を与えます。価格は1300ドルからと高価ですが、その価値はデザインと品質によって完全に保証されています。LV ラバーズベレー帽はストリートスタイルに新たな風を吹き込むアイテムです。ファレル・ウィリアムスのアーティスティックなアイデアにより伝統的なフレンチトッパーが新たな魅力を持ちます。 1200ドルという価格にもかかわらず、この帽子はその洗練されたデザインと特徴的なルイ・ヴィトンのパッチで価値があると言えます。ブラックの汎用性の高い色合いは、どんな服装にも完璧にマッチし、着用者の個性を際立たせます。イヤカけカムのハンドバッグは、まさに最高級のバッグの一つです。12000ドルという価格にもかかわらず、その価値はその品質とデザインによって保証されています。 クリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスによってデザインされたスピーディー P9 モノグラムレザーバッグは、その柔らかさと高級感で注目を集めます。モノグラムは高級シルクスクリーン印刷技術を使用して明るいレザーに印刷され、その美しさが際立ちます。新しいポータブル LV ナノグラムスピーカーは、音楽とファッションの融合を象徴しています。限定版のダモフラージュを含む3つの手作りのバージョンがあり。 それぞれ独自の魅力を持っています。ルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクター、ファレル・ウィリアムスによって開発されたこのスピーカーは、ファッショナブルで機能的なアクセサリーとしての役割を果たします。そのデザインと音質は、今までにないものであり、これまでの常識を覆すものです。最後に、2000ドルという高価な価格の LV トレーナー巻きスニーカーは、そのデザインと品質で称賛されています。 クリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスがデザインしたこのシューズは、その鮮やかな色合いとアリゲーター・クロコダイルパターンのカーフレザーで注目を集めます。その存在感は、着用者のスタイルに新たな次元を加えるでしょう。ルイヴィトンのアクセサリーは、単なるファッションアイテムではなく、アートの一部です。そのデザインと品質は、常に最高水準を保っています。平野仕様。ヒラ仕様のこの日の装いは、 ルイヴィトンの最新のコレクションを象徴するものです。彼が身につけることで、それぞれのアイテムが一層輝きを放ちます。ファッションの世界では常に新しいトレンドが生まれ、ルイヴィトンはその最前線に立ち続けています。